兵庫県では9月30日まで兵庫デスティネーションキャンペーン兵庫テロワール旅私の感動その先へを開催しています。兵庫デスティネーションキャンペーンとは県内の自治体と観光事業者 JR グループ6社や旅行会社が一体となって行う大型観光キャンペーンです。そして兵庫テロワール旅というのは、テロワールとはフランス語で地球や土地を表すテールから発生した言葉。県内各地に根付く個性的な食や文化、伝統はその土地の風土や受け継いできた人の思いを知ることでさらに魅力的に感じられる。そんなより質の高い旅の感動体験を提案するのが兵庫テロワール旅です。9月末までの期間中はですね、様々なメニューをですねご用意しまして、全国からお越しの皆様をお迎えするということなんですけども、今日はですねこの兵庫デスティネーションキャンペーンの中の特別イベント、姫路城夏の特別公開をご紹介します。特別公開ですからね、特別これすごいですよこれね。ということでございまして、この夏の特別公開ご紹介していただきます。岡田さんでございます。ようこそ姫路城へお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。こんなの用意していただいたんですね、ありがとうございます。で、岡さん、これ特別公開ということなんですけども、はい、何が特別なんですか。乾小天守、東小天守、伊老波の渡櫓、はあ、そして折回り櫓、はあ、6つの建物を同時公開いたします。これは14年ぶりでございます。うわ、これすごい、これすごいんですけど、何がすごいのか全然分かってないんで、ちょっと見させていただきます。はい、よろしくお願いします。いや、立派やな、本当。で、この門くぐって最初にこちらがですね、ああビューポイント。うわ、来た。いや、ほんまビューポイント、これ綺麗わ。姫路城の特徴がですね、連立式天守といいまして、はい、大天守、手前に西小天守、はい、その奥に乾小天守、で、見えませんけど東小天守、4つの小天守を渡り櫓で繋いでて、道の字型になってるんですけど、いきなりここでクイズですけど、お城が白漆喰で塗られてますけど、はい、これはどういう理由ですかね、わかりますか。白くしてるってことね、はい、私はもう美白効果じゃないのメラニンの生成をこうね、はい、白い漆喰で塗ってるのは、はい、火を防ぐ効果なんです。燃えにくい、はいはい、木造ですんで、はい、火が一番怖い、はい、それと白く美しく大きなお城を作ることによって、はい、上司の威厳権力を示すという効果があると思われます。大天守何階建てに見えますかね。バカにしないでください数えたらいいじゃないですか。1,2,3,5 階建てです。そうなんです、50なんですけども、はい、50で中は地下1階、地上6階建ての7階建てなんです。敵を混乱させる効果があると思われますね。ゾクゾクするぜそんな、めっちゃ好きっす、そんな。それではいいじゃないですか、行きましょうか。行きましょう、見れるんですよ、それさんも。ちょっと、うわ、見にくいや、そうなんすか、これさあ、こちら、あ最上階ですか。はい、そうです、ね、やっと最上階に着きました。いや、だいぶ上がってきましたもんね、これ、はい、うわー、あー、景色、はい、姫路市が一望できる。いやー、天下取りましたな、これ。あー、これはすごい絶景ですもんね。江戸時代はこの素晴らしい風景を見れるのは城主一部の、本当に身分の高い者だけです、ね、ここまで上がってこられるの。で、今こうやって窓枠ついてますけど、はいはい、江戸時代にはここは窓枠ないんです。もう一望できるように、もう全て窓枠なしで自分の支配してるところを入れる。さっき上司が、まあ、折れる場所ということで作りをしっかりした住居風、書院作り風に作られてるんです。はっはっはー、あっぱれ絶景かなっていうことでね。いや、姫路城すごいですね。改めまして驚きました。光国さん、これで驚いてはいけません。ここからが特別公開の部分なんですよ。いいですか、はい、今からちょっと開けさせていただきます。特別の特別でございます。ここ開くの。うわー、うわー、
アイダ、どうすごい。いや、これは貴重ですよ、特別公開。まずはド迫力、こんな近くで天守閣。うわー、これすごい、すごいですよこれ。ほら、あれ大天守。大天守です。こんな間近に。え、ここはなんていうとこですか。ここが乾御殿守。乾御殿守、御殿守の中では一番でかいです。御殿守の中で一番、乾って、あの乾ですね、はい、なんで乾って言うんですか。あの北西いう意味なんです。十二支での方角で乾って北西の方角を指すんですけども、で向こうは東、向こうは西、そうするとここ北って言うべきだとは思うんですけども、はいはい、北御殿守にすると北って逃げるという意味があるんで縁起が悪い。乾のまま乾御殿守ということになっていると思われます。続いては星野源も座った炉の渡り櫓。あ、すごい。ここ結構広いです。渡り櫓の中では姫路城の中ではまあ最大級の広さですね。はい、下を見ていただくと、うん、こう真ん中の列だけ、はい、古めかしさというか、そうですね、これはもう昔からの築城当時のままの。うわ、そうですか、はい、削り方が、普通の観覧じゃなくて長男削りの昔の削り方で、でもなんかほんまにもう映画のワンシーンのような。そうなの、実際ここ映画でも使われてまして、え、引っ越し大名でも使われてますね。あれって、え、星野源さん。はい、そうなの。うわ、すごい、これはテンション上がりますね。ここは本当タイムスリップしたような気持ちになってます。続いては改修したて折れ回り櫓の美しい外観。こちらも特別公開の折れ回り櫓って言います。はあ、い、めちゃめちゃ城が生えてますね。昨年工事が、はい、修理工事が終わったばっかりなんで、はい、まだ漆喰が真っ白ですよね。雪が被ってるのかと思うぐらい本当にもう、姫路城の中で、残っている、まあ、唯一と言っていいほど の場所、御殿の一部になるんです。炉が切ってあって、はい、お茶が楽しめるとか、これ茶室ですね。襖があって、はい、畳が引いてあって、格子もねちょっと変わってますでしょ。なんかきめ細やかにな感じになりますね。おさ格子って言って、はい、ちょっとあの見栄えを良くした格子。俺周り櫓はですね、はい、備前門とつながってるんですね。あ、さっき見てた L 字になってた。はい、そうです、はい、あ、今これ門の上ですか。今、はい、そうです。ここ門の真上になります、ね、あ、今下ね、はい、声が聞こえます。門の上にこういう場所があるんですけど、はい、これ何ですか。え、開くんですね。お、あ、これあれちゃいます。なんか上から攻撃。そうです、上から攻撃できる場所があります。鉄板がついてますよ、ね、はい、で、これ周り鉄板ですよね、はい、だから開くっていうのは分からない。そうですよね、隠し位置落としみたいな。これどういう攻撃するんですか。ここから低いんで、まあ、槍でついても大丈夫だと。槍でつくね。いや、これようこんなこと考えますね。ちょっと昔の人は。こちらは東御殿守。様と呼ばれる火縄銃などを撃つ穴や銃を撃った後の煙を吐き出すための高窓を見ることができます。葉の渡り櫓は乾御殿守と西御殿守をつなぐ長屋。扉の向こうが西御殿守です。今まで公開されたことがないのですが、なんと今年の冬に特別公開予定なんです。楽しみですね。普段は非公開の6つのエリアは一見の価値ありです。この機会にぜひ見学してみてくださいね。いや、今日は岡田さんご案内ありがとうございました。これこそありがとうございました。いや、もう特別公開思ってすごかったですね。ありがとうございます。いや、もう日頃まあ来たことあったんですけども、はい、やっぱあんまり大天守を間近に見ることがなかったんで、本当タイムスリップしたような気持ちでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、これはもう期間はいつまでやられてるんですか。9月の24日まででございます。9月の24日、はい、期間限られてますんでね、皆さんぜひお越しください。